こんにちは、ポリッシュアイアセルフの京介です。今回は2回目のおじいちゃんとのオンライン飲み会をしていこうと思います。お酒を飲みながら会話を楽しみつつ、おじいちゃんの20代や子供時代はどんなことして遊んでいたのか、そんな話もできたらいいなと思います。今の僕たちの時代はスマホゲームや YouTube、SNS とかテレビとか、まあいろいろとたくさん娯楽あると思うんですけど、おじいちゃんの世代は何が主流だったのか気になったので、いい意味でジェネレーションギャップを受けられたらいいかなって思います。それでは少しでも楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、ではおじいちゃんとの2回目のオンライン飲み会をしていこうと思います。早速、まあ、お酒もご飯も用意できたので、早速、風強いっすね。それでは早速、おじいちゃんに連絡していきたいなと思います。はい。はいはい。はい、おじいちゃん。はい、こんばんは。こんばんは。あ、テレビで。テレビ電話だから画面見て。そう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 。あ、前回と同じで。今日はお酒飲めねえんだ。あ、そうなの？あ、マジか。昨日な。うん。コロナのワクチン打ってきた。あ、そうなんだ。あ、ワクチン打ったんだ。やっと取れてワクチンを打ってな。うん。あ、そうなんだ。じゃあ結構タイミング残念だね。そうや、またじゃあ来週でもそこその次でも京ちゃんの都合の人でさ。ああ全然 OKOK。 この両方が白いのはっきりとわかるね、白髪。だいぶ白髪になってまあそれとも、ね、全然元気じゃん、おじいちゃん。全然元気じゃん、おじいちゃん。白髪関係なく。相変わらず聞こえてないよね。でも悪いっす。まあ、今回はさ、まあ、おじいちゃんのさ、20代前半の何して遊んでたのか、ちょっとそれ聞きたいなと思ってんだけど。20代前半で、どんな遊びをしてたのかちょっと知りたいなと思ったんだけど。お医者の20歳だよ。一緒に働くだけ。あ、働くだけ。あんまり遊んでなかった。うん、あの住み込みで働いてたから。あー、そっか。一番の最初は月に2回だけのお休み。それで月に2回だけしか休んでなかったの。誰から遊んでるまで。あの、何の仕事。うん、なんかです。昼は50円かな。うどんをいっぱい食べて、うん、あとは3本立ての映画とか。映画3本立て。映画3本立て、まあ、2つや3つね。うん、それで1日お休み終わり。あ、そうなんだ。へえー、でもなんか映画見るっていうのはなんか意外と今と変わんない。てか、うどん50円ってめっちゃ安いね。大昔より、今から、65年前やな。あ、そんな前か。あれ、映画って、その当時、映画ってさ、何のタイトルがあったの？映画のタイトルって何だったの？映画のタイトルか？うん。あ、でもこっちパソコンあるから調べられるし、ちょっと待って。あの外国のやったら外人舞台とかな。外人舞台？外人舞台。ちょっと。うん。外人舞台。外人舞台。もう役者いる。俳優さんは、ジーナ・ロロブリジータ。
ちょっとあって名前が分かんない。外人部隊。分かった。ちょっと待って。うん。ジーナロロベジータ。それは上級さんの名前。ちょっと待って。あ、かなり古いね。あった。1933年の映画。あ、そうなの？あ、じゃあおじいちゃんが見てたのはこれじゃなくて、もうちょっと最近？あとの外人。あ、じゃあ1953年の外人部隊。あ、そんなもんやな。ああ。ジーナロボリ。あったあった。ジーナ、ジーナロロブリジーだ。あ、そうなんだ。へえ。それとかあと言うとな、工場です。工場です。クオーバーです。クオーバーです。あったロバートテイラー。あったホテルも。1951年。ほん1950年これ。そうだね、まあ、かなり前だねこれ。全然知らねえ。でも見てみたい。見えてる。見えてる。ああ、ご飯食べながら電話してる。わかるよ。うん。ちゃんと食べてしまい消化が悪いね。あ、おばさん久しぶり。伸びてる。あ、めっちゃ伸びてる。まあちょっと理由があって髪の毛伸ばしてるんだけど、今髪の毛4ヶ月くらい切ってないし。あ、何で伸ばしてんの？あ、まあちょっと。まあそうかもしれない。もう本当はもう切りたいんだけど、そう、だから余計切りたいんだよね。そっか。はい、そう。じゃあちょっとじいちゃんにまた変わるね。ああ。大丈夫。お若い時のな。うん。歌。あ、歌か。歌え？二十歳代の歌を覚えたのはエグザイルちゃんで。いや、おじいちゃんの代でエグザイルはないでしょ。俺やんかそれ。足の八の音な。うん。宮新一さん。宮新一さん知ってるな。あ、聞いたことあるけど、あれどんな人だっけ。春の。あ、春日八郎。春と、いいと書いて八郎。オッケー、春日八郎で。この人も、演歌歌手か。わかったか。あ、わかった、出た。そこらを、おじいさんの若い時に乗った。あ、そうなんだ。あ、今度は撮ってやるわな。楽しみしてるわ。そう、うん、行こう。またコロナが落ち着いたりとかしたらさ、俺も今度そっち行って、おじいちゃんとカラオケ行きたいからさ。カラオケ行こうってな。うん。
落ち着いたらさ、絶対行くからさ。あ、コロナ治ってしまったら。うん。行く。行こう行こう。いっぱい歌おうね。うん、そうだね。俺も全然カラオケ行ってないからさ。俺でも一緒に行かれへん。会うの、会うの。うん。本当は行きたいけど、行けないからね。言ったらあかんで。ああ、行ってない行ってない、本当に。コロナ落ちたら大変や。確かそうだね。何があるか分かんないから。頭白いな、マジで。ずっとそれ気にしてんのかいな。じゃあおじいちゃんはさ、休みの時は映画とカラオケ行くことが多かったの？カラオケなんかなかったんすか？あ、なかったのか、まだ。いや、もうラジオ聞いて鼻歌。あ、ラジオ聞いて鼻歌？鼻歌、自分で勝手に歌ってる。あ、そうなんだ。あ、そうか、カラオケがない時代か、まあ、そりゃそうだよね。だから、ラジオで歌聴いて、うん、なんとか、うろ覚えに覚えて。あ、そうなんだ。逆に、もっと遡ったらさ、10代とかはどんな遊びだったの？あ、勉強してたんだ。あんま遊んでなかったの？うん、勉強して、どっちかやったら、ややんちゃなんだ。不良ではね。まあ、じいちゃんが不良ってことはないでしょうね。ややんちゃ。ははは、めちゃくちゃ元気そう、じいちゃん。あ、そうなんだ。へえ、お山の大将。それはちょっと初めて知った。あ、そうなんだ。へえ。え、どんなことしてたの？何やったかな。何やったかな。あ、山、あ、畑やら山走り回ってた。畑やらや。うん。山を走り回ってたんだ。あ、そうだ。だから、いつもあの、生鉄は大変かった。生、どれ？どうしてた？ああ、そう。こけた？ああ、結構自転車とかでよくこけてたからさ。ああ、それは子供の時はみんなあることや。ああ、みんな通る道だね。みんなそうやってみんな大きなって。ほんでこけたり。そういうことは、だんだんそうやって身を守るっていうことを覚えていくわけだな。あ、そうだね。まあさ、頭真っ白やな。めっちゃ言うね。何回白髪のこと言うの。まあ気になると思うけどさ。そうだね。あ、そうだね。また暇出たら電話。ああ、オッケーオッケー。うん、じゃあまた1ヶ月後とか、そんなんかな。あ、またいや、ばあちゃんありがとね、通訳。あの、通勤しもらえまたな。うん、そうだね。うん、また月1ごとに連絡しよう。あ、何もさせてくれ。うん、ああはい、大丈夫やと思う。あ、ありがとう、ありがとう。もうちょっと、ありがとう。バイバイ。はい、今回はお酒が飲めなくてちょっと残念ではあったんですが、
おじいちゃんの少年時代や20代、その時代ならではの遊びを聞けてすごく楽しかったですね。おじいちゃんの世代の流行った音楽や映画を知れたのはより距離感が縮まった感があります。また今度はお酒を交わしながら来月おじいちゃんとのオンライン飲み会も楽しみたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。